ないというか1年間のスケジュールが大体分かってくるようになって7年やってみて、はい、その新しい仕事がそんなにこう入ってこない中で、うん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 、その環境的にいいから甘えちゃうなと思って、うん、こう夏はツアーがあってとか2月は何だろう 何周年ライブとかあってバースデーライブとかがあってっていう、でその合間が私はアンダーだったんでアンダーライブがシングル出るたびにやってたんで基本ライブの流れがそれで、うん、個人の仕事っていうのがほぼなかったんで私は本当にみんなにこう止められるぐらい言われてる、うん、お金お金って言われるんですけどでもなんか辞めてからは、うん、そのマスクもしなくなったし帽子もかぶなくなったし、うん、あの本当にいい事務所なんですよ、うん、こちらはあの、うん、辞めさせられてないです問題起こしてないです楽屋ですっぴん見れるありがとうみたいな下手したら着替えも見えるありがとうみたいなそうなんですよ私そうグループがすごいからそこにいる、うん、しかも一期生っていうとなんかドヤなんですよ、うん、お握手会は正直どうだった握手会え楽しかったです、うん、アイドルってぶっちゃけ稼げるのいやそれねアイドル枠難しいですでもやっぱ48坂道は比較的ちゃんとしてるっていうのはそれは思いますけどね、うん、でもそれでブラックだったらね、うん、やばいですからね、うん、この前たまたまやっぱ4期生、うんあのほとんどお会いしてないんですけど、うん、テレビとかなんだろう雑誌とかで見てて、うん、もうフレッシュさバッてきたから大丈夫ですよ、うん、口パクについてどう思いますかどう思いますか、うん、難しいですね、うん、私は基本的に口パクがしたむしろなんか自ら口パクしてた文春どう思う文春ね、うん、そうですね、うん、分かんないですよね、うん、難しいそこは何も言えない知りたい何観光例何を言っちゃいけないところですかねあ、まあ、でも常識の範囲じゃないですかね、うん、私だって、うん、あの厳密に言われたことないですし、うん、多分おのおのでちゃんとこう止めてるんですよ、うんはいはい、きっとみんな、うんうん、だからわざわざそんななんかあれを言っちゃいけないとかそこまで縛られてたらやっていけないと思う、うん乃木坂に一言物申すとしたら何？ありがとう。